20号では右前方の砲塔シュルツェンを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ0号の固定部品をパーツ03のシュルツェンカ A とパーツ04のシュルツェンカ B にそれぞれはめ込み、パーツ10のネジで固定します。次にパーツ01の砲塔シュルツェンに組み立てたシュルツェンカをはめ込み、パーツ09のネジ2本で固定します。次にパーツ06のヒンジ A にパーツ07のヒンジ B を合わせ、パーツ08のシャフト2本をギザギザがついていない方を先にして差し込みます。続けてパーツ02の砲塔シュルツェン扉に組み立てたヒンジをはめ込み、パーツ09のネジで固定します。次に組み立てたシュルツェンに取り付けたヒンジをはめ込み、パーツ09のネジで固定します。次に組み立てたシュルツェンカの2と書かれたタグ2個をニッパーなどできれいに切り取ります。これで20号の作業は終了です。Set.